皆さんこんにちは、シラックスです。今日の練習を振り返っていこうと思います。僕はね、10月に予定されているインカレのために今練習してるんですけど、最近ね、調子が上がってきたので、まあね、投資ができてきました。なのでこれからはね、週2で投資していきたいなと思います。で、投資っていうのはね、やっぱりね、メンタル面でもね、結構体力面でもきついところがあるので、まあ逆にね、やっていかないといけないなと思いますね。今まで3ヶ月ほとんど何もしてなかった分ね、そういう気持ちとか、またね、体っていうのがね、かなり衰えてるんですよね。だからまあこれからはね、かなり詰めてやっていこうと思います。でもね、全然最近上がったんだぞってことを忘れずにね、徐々に詰めていきたいと思いますね。なので結構ね、ピークの時は週3で投資とかなんですけど、今はね、週2ですね。しかも3タッチって言って1時間アップして、そっから投資っていうのはね、結構試合期にやるんですけど、そうではなくてね、アップが完了したら投資でいくっていう感じでやっていきました。それでは釣り輪の投資です。釣り輪は結構力技はね、姿勢は良くなったんじゃないかなと思います。そして角度も少しずつ気をつけられてる感じがして、で、今大事なのは止め切ることかなと思うので、かっちり止める、2秒止め切るっていうところをね、意識していきたいなと思いますね。かなりね、きつかったです。なんか今日体軽いなと思ったんですけど、やっぱりね、投資となるとね、まあほぼ関係ないというか、最後の方は結局きついなっていう感じですね。そしてここのね、山脇とジョナさん、膝つま先がね、かなり汚いので伸ばしていきたいですね。やっぱり後半まで余裕がないですよね。余裕がないからこそそういうところ意識ができてないので、まあね、普通に小技というか1個の技で練習するときにね、つま先膝気をつけていこうと思います。で、倒立はかなり良くなってきたと思うんですけど、まだまだですね、振り上がり倒立がね、かなり汚い。なんとか倒立まで行ったという感じでね、こっからがやばいです。こっから降りなんですけど、かなり集中したんですけど、ちょっと見ててください。危なーって感じじゃないですか。これびっくりしました。で、これ原因は何かっていうと、結構ね、行くのが早かったんですよね。倒立から落とすのが早かったので、もう少し釣り輪がね、前に行ってから落とし切ろうと思いましたね。それをね、その後練習したらかなりいい感じでした。遅めに落としてやったら、まあまあまとまりましたね。結構後ろに動けたのが久しぶりだったんで気持ちよかったですね。そして跳馬ですね。跳馬はピットでドリックスを飛びました。でもね、やっぱりまだ跳馬ね、上でやるのは怖いですね。そしてピットだとね、やっぱり集中しきれないというか、どこかでね、甘さが出ちゃうんですよね。それって結構良くないことだと思うので、まあね、8月くらい入ったらね、陸でやっていこうかなと思います。やっぱり陸は怖いですけど、しっかりね、ピットで毎日3本とか立っておけばね、いけると思うので、そこのね、練習をしていこうと思います。で、これが実際の本番のやつなんですけども、ちょっとまあそんな本番とか言ってられる感じじゃなかったので、とりあえずね、ドリックスいっぱい飛びました。まだ理解しきれてないですね。ひねりの時のね、ひねりがかなり広い。もっとね、脇をギュッと締めてやっていかなきゃいけないなと思いました。で、ドリックスはね、かなり立てるようにはなったので、まあ、ここからね、磨きをかけていこうと思います。で、体を起こして走って、体を起こしたままつくっていうのがね、大事なことが分かったのでね、それこれからもやっていこうと思います。そして平行棒ですね。これはまずアップなんですけど、僕はいつもこういうアップをしているよっていうところですね。結構ね、この1本目のアップはね、大事にしてますね。ほぼ技やってると思うのでね、見ててください。こっからね、本間、森末ですね。で、森末は受けないですね。僕本番まで森末は受けないんですよね。まあ、これも結構集中力というか、本番に出すぞっていう気持ちが大事というか、勝手に思い込んでるんですけど、僕はね、そうしてますね。結構ダメージも多いので、僕受ける系のね、技が多いので、そこもね、逆に気にしていますね。そしてこっからヒーリー、ツイスト、爆弾、降りですね。ここが結構きついんですよね。しっかり休んでいっちゃいますね。で、試合の時は秒数が決められてるんでね、全然休めないので、まあ、そこは結構ね、ハーハーしながら行ってますね。まあ、そういうのもね、今全然休んじゃってるんで、しっかりね、秒数を気にして練習していかなきゃいけないなとも思いますね。で、塗る時もそうなんですけど、これからね、試合となると本当に秒数ないんで、投資の前とか1分あったらいい方っていう感じなので、まあ、そのね、30秒ぐらいでね、塗れる練習もしておかないといけないなと思います。そしてここから後半ですね。で、これはやる意味あるのかなとも思うんですけど、でも僕はね、まず練習としていいんじゃないかなと思います。ほぼ技をやることで、確定でね、まずは技一つずつやるじゃないですか。で、この後投資で技もやっていくということでね、かなり回数が重ねられると思うので、意識せずにね、勝手にやっちゃうみたいな感じになると思いますね。で、やっぱりアップってちょっと不安だからやるじゃないですか。だからこそ、めっちゃ頑張ってる感がないんですよね。あ、これも確認して、これも確認できたっていうところが大きいので、そんなね、きつくなく技の練習もできる結構いい方法なんじゃないかなと思いますね。なので僕はこういう平行棒とか結構自分の大事にしてるアップはね、ありますね。だ、そういうところをね、今日はね、見ていただきたいなと思ってね、アップもしっかり取りましたね。この前はね、アップ取らずに投資だけだったんですけど、まあ少しずつね、余裕出てきました。やっぱりボタンを一つ押すのでもね、ちょっときつかったりするんですよね。まあこれは選手の方たちには分かってもらえると思います。そしてこれがね、本番の1本前にやるね、アップです。3分アップの時ですね。まあ平行棒なんでね、50秒アップですけど、まあ帽子と車輪で、ここでね、ライヘルト用の宙返りをやって確認しますね。僕の中ではこの最初の3技が命と言っても過言ではない感じなんですけど、そこがね、ほんと苦手すぎるんで、車輪系がね、
ここの確認をめっちゃ大事にしてますね。なので最初はね、防車指示、そして車輪中っていうところをやって、次は防車車輪ライヘル投用の宙返りっていうのをつなげてますね。いやー、かなり怖いですよ、僕の中でここはね。でもここをね、毎日やっていかないとね、平行棒上達していかないと思うので、頑張っていこうと思います。でね、こっからが投資になります。かなりね、アップ長くかかっちゃうんですけど、まあこれは仕方ないかなと思いますね。そして最初棒下、ちょっと肘がね、前よりは良くなったかなというところで、またね、手ずらしもここはね、なかったので良かったと思いますね。ちょっとクッて動いちゃってますね。そしてライヘルト、ここは全然うまく受けられませんでしたね。バーが見えてるけど、ちょっとビビって腕から行っちゃった感じなのでね、前振りがめっちゃ小さかったですね。そしてほんまですね、ピンコでまず乗り切れてないので、ここでめっちゃ詰まっちゃいました。めっちゃきつかったです。いやー、こういうのも見栄えがめっちゃ悪くて、見てて気持ち悪いのでね、絶対ないようにしていかないといけないですね。そして森末、まあまあ良かったんですけど、まあ受ける時にね、受けちゃったっていう感じだったんですよね。自分から受けに行った感じではなかったので、自分から受けに行って前振りをね、大きくしていきたいなと思います。そしてヒーリーは腰が折れてしまってますね。お尻をしっかりギュッと締めて倒立にね、はめていきたいと思います。そしてツイストはまあまあ良かったと思いますね。でちょっと反っちゃったので、そこをね、締めようと思います。そして爆弾はまあいいんですけど、前振りがちょっと小さいっていうのと、あとね、膝つま先の緩みがすごいですね。そこをもう少しね、余裕出てきたら意識できると思うので、もっとね、意識して頑張っていこうと思います。そして折りはまあ立ってね、一歩だったんですけど、前に動いてしまってるし、頭のね、低さもめっちゃ見えちゃうんで、そこはね、もうちょいピン立ちぐらいの勢いでね、やっていこうと思いますね。まあそのためにはダブルがめっちゃ回転力ないといけないと思うので、ピットでね、バー低くしてやったりしていこうと思います。そして鉄棒ですね。鉄棒は初動詞でした。めっちゃ怖かった。まあコールマンアップで持てて、まあこれはいけそうだなということでね、頑張りました。腰はね、まあまあ良かったので、もう行っちゃいました。ノリですね。ノリも大事だなということで頑張りましたね。そして僕結構ね、アップでもう出てるんですけど、膝つま先が汚いですね。抜くとき、また体を折りたたむときにめっちゃね、そこが緩むんですよね。だからそういうところもね、もっと気をつけていかないといけないですね。でこういうのもやっぱりビデオで撮っとかないと分かんないとこだったので、撮れて良かったなと思います。そしてここがね、アドハーですね。アドハー入れの膝つま先がめっちゃ汚い。もうそこだけ意識して次ね、練習していこうと思います。そしてね、コールマン車輪です。いや僕ね、ちょっとね、コールマン持ってその後ね、すぐ通しでまたコールマン離すっていうのがね、ちょっと怖いので、一回車輪挟みますね。そこで落ち着いた車輪を一回確認してから通しに行きます。ということで通しですね、かなり集中しています。怪我が怖いのでね、本気で頑張っていますけど、最初のコスミックですね。まあちょっとね、つま先膝がずっと汚いですね。いや全然余裕がないんだなっていうことがね、見てて分かりますね。抜きの膝が汚すぎる。コールマンちょっと開き早かったんですけど、なんとか持ちましたね。トカチェフの抜きやっぱ汚いな。で腰折れがねひどいので、ここはねもう少し分周でやっていこうと思います。で体が締まってないとバーをね思いっきり動かすこともできなくなってしまうので、もっとね体締めて抜くときは抜くっていうことをねやっていこうと思います。そしてここですね、エンドはちょっとスムーズになったので良かったなっていうところと、ここですね、アドハーが流れながらです。もう全然ダメダメですね。まあ通ったっていうのはまあいいのかもしれないんですけど、全然ダメダメなんでね、ここからね分周しっかりして、毎回ね技安定してできるようにしていきたいと思います。そしてラスト折り、もうプロテがね全然上がってきちゃってうまくできませんでした。そしてサルトにしてしまいましたね。これはねもう悔しすぎる。まあ通ったっていうだけですね今日は。まあ、なのでこっからしっかり上げていきたいと思います。まあね、逆に通ったことはまあ褒めて、こっから上げていくぞっていうね、ゼロからのスタートみたいな感じでやっていこうと思いますね。そして分周です。アドハーがねちょっと悔しすぎたんでね、やり直しました。まずね入れのつま先とかね意識したんですけど、まあどうなってるんでしょうかっていうところですね。曲がってますね。やばいっすね。さすがにこんな単発でやって曲がるってことはね、相当意識しないといけないということなのでね、まあ、もう少しね頑張っていこうと思います。そしてねちょっと折りがサルトになってしまったということで、最後ねルドルフの練習しましたね。ここねルドルフね、まだね分かりきってないですよね。まあ、結構投資で立ったりっていうところもあるんですけど、なんで立ったのか分かってないことが多いです。まあ、だからそういうところもまあ分かるようにね練習していこうと思います。そして床の投資ですね。まあ、床はかなりねきつかった。5種目目って結構危ない種目って言われてるんですけど、それが床だったんでね、まあ、なんとか通し切りたいというところで、まあ1本目ちょっとねダッシュまだ早いかっていうところですね。蹴りがね後ろに流れすぎている。もう少し前に引き上げようと思います。そして1回半2回、まあ今日ねカイトに1回半教えてもらったんですけど、左手をもう少し畳むというかね、まずね手を大きくしないということをね教えてもらいましたね。あ、そうなのかと。まあちょっとね確かにコウタロとか見ててもコンパクトだなと思ったんですけど、やっぱりねそういうのも大事だなということでね、その後ね練習したんですけど、ちょっと今日は撮ってませんでした。まあそしたら着皮が出たのでね、あ、本当にそうなんだなって思いましたね。まあビデオ撮ってないので見返せてないんですけど、結構いい感じにできたと思います。まあ、そしてマンナね、今ね行くのちょっと遅かったんですよね。なんというか結構コメントでね、この前スムーズに上がってていいですねみたいな、ちょっと意識しちゃったっていう、逆に
甘いっすね。そして十字倒立はスムーズに上げることができたので良かったなと思います。だからこの前のマンナと今日のね十字倒立の組み合わせでいきたいですね。そしてここが2回半からの1回ですね。まあ、引き上げにちょっと時間がかかりすぎてるんで、もっと一瞬で引き上げて手をね広げて、もう少しコンパクトにして広げて蹴るっていう感じでやっていきたいと思います。そしてラストですね。この前は止まったんですけどどうでしょうか。引き上げ良かったですね。まあ立ったっていう感じですね。横に動いてしまってるのでそこもねちょっと減点につながってしまいますね。まあということで次アンバですね。これがラストの種目になります。まあ整列が終わった後だったので気持ち的にもねめっちゃ集中して、もうほんと 120% 集中して頑張りました。やっぱりアップにねでもちょっとね集中の欠けてるところが出ちゃってるんで、いや良くないなって思いながらねそのまま投資に行っちゃいけないので、本当にね切り替えて頑張りましたね。まあアップって絶対成功させなきゃいけないとは僕思っていなくて、やっぱりねアップで自分の今の状態を知ることができるので、まあそっからね調整ができると思ってます。なのでアップはね本当いろんな意味で大事だし、変にねこだわりすぎてもいけないかなと思いますね。なので自分の今の状態を知って投資にどう生かすかっていうところをね考える手段だと思いますね。そしてこれがね投資の1本前3分アップの時にやるアップですね。でロスを入れて通すのでねロスバージョンでお送りしています。ここでねちょっとコンパクトにしていますね。 E フロップコンバをねここでアップしきっているという感じで、でロスもなんとかつなげたんですけど、やばいなこのまま投資いったらちょっと通るかわかんないなっていうね怖さのまま投資に行くっていう感じでしたね。まあでも本当に本番はね集中力本当にまあなんていうかこのアップ意味ないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、このアップで気づけることがあるのでね、ということでここでねカイトのピースがねありますね。そしてシダックス練習後の本気の集中の投資ですね。いやかなり集中した、もう絶対通したいと思いましたね。そしてセア倒立、まあちょっと腰折れちゃってますね。で下ろしがちょっと下ってるのでもっとスムーズにやっていきたいですね。力を抜いてやっていくといいかなと思います。そして2個目はまあまあ良かったですね。スムーズにいけました。そして E フロップ、もう少しね体丸まってるんでもう少し伸ばしてやっていこうと思います。お尻締めたらね伸びると思うので、まあ、そこも意識しながら次は通していきたいですね。コンバの膝は少し良くなったかな。ロスが膝曲がってちょっと汚いですね。つま先がねしかもここからねほとんど被ってるんですよ。いやもう許せないです。それはさすがに直していかないといけないですね。そして後半のつま先膝頑張れ頑張れ、膝曲がってる。まあなんとか通りました。まあ嬉しかったですけどね。これじゃあ点数残らないのでね、もっと美しくやっていこうと思います。まあラストね1000回30周やって終わりました。ということでね、まあ、僕の練習でした。いや今日は結構やりきりましたね。ちょっと背中が痛いのでねそこ気をつけてやっていこうと思います。でこのね30周なんですけど、通したすぐ後に行ったのでねめっちゃきつかったです。まあでもちょっとね1000回本当に大事だなって気づいたので、これからもね1000回30周毎日ではないですけど通しの後とかねやっていこうと思います。いやでもね今日は練習が楽しかったですね。きつ楽しいという感じで、まあ、これからもねもっとね頑張って追い上げていきたいと思います。ということで僕の練習でした。ご視聴ありがとうございました。